グッタ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 私はね、そっちの方がやってほしいですよ、学術会議の人、ね、何の基準かわからないのにね、6人をね、任命拒否するよりも。おとといですね、こういう答弁があります、105名のもともとの名簿は見ていないということは事実ですと、総理、江田議員にお答えになりました。その通りですね。総理、はい。総理大臣、菅義偉君。見ておりません、はい、辻元清美君。そうするとですね、99人の名簿、決裁、判子してるんですよ。この時に、いや、6名はちょっと今回は、任命できないという話は聞きましたか。菅内閣総理大臣。もともとこの。いや、聞いたか聞いてないかだけだから。あ、それは聞いてません。聞いてない、はい、99人の名簿が出てきて、そこで印鑑をして、はい、参考しようとしてつけてきましたけど、見てません。じゃあ、見てなかった、はいはい、辻元清美君。それではですね、この6名が任命から外されたというのは、いつ知ったんですか、その後ですか。これ、総理しか分かんないよ、総理の記憶だから。菅内閣総理大臣。ちょっと待ちください、ちょっと具体的に申し上げます。思い出してください。これハンコついたでしょ。ついた。ちょっと待って、時計止めて。じゃあ総理、時計止めろ。いや、はい、私総理大臣になってから正式に、はい、任命しますんで、その日にちだけちょっと確認します。いや、日にちはいいです。6名をちょっと委員長。はい、はい、分かりやすく説明してください、はい、辻元清美君。これ、決裁したときに、6人が外されてることは、知らなかったとおっしゃったのでですね、じゃあ、その後ですね、6人の人が実は外されてたんだと、いうことを総理が知ったのは、この決裁の後のいつ頃ですかって聞いてるんです。はいはいはい、菅内閣総理大臣。はい、どうですか。8月31日、学術会議の推薦を受けて、はい、具体的な対応について相談を受けたわけです。で、具体的な相談を受けたのは、総理大臣になった後です。で、9月16日、私、内閣総理大臣に就任しましたんで、はい、で、その後に、それを受けて、私が、懸念や任命の考え方を官房長官や副長官に通じて内閣府に伝えて、最終的に99名を任命する決裁を行ったということです。辻元清美君。ですから、もう一回言いますよ、この6名のね、加藤陽子さん以下、6名の名前が出ました。で、これはじゃあ、こんな人たちが任命されていなかったということは、ニュースで知ったんですか、新聞とか。いかがでしょう。ちょっと関係ないでしょ。もう全然関係なんで、総理の記憶をお聞きしてるんですよ。内閣総理大臣、菅義偉君。9月、まず8月31日に、学術会議から総理大臣宛てに105名の推薦名簿が提出され、担当内閣からその内容の報告を受けて、私が官房長官時代から、持っていた懸念というものを伝えました。こうした懸念点や任命の考え方を官房長官を通じて内閣府に伝えて、9月24日に内閣府が99名を任命する旨の決裁を起案して、9月28日ですね、決裁を行った。委員長。グッタ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 。これはですね、懸念は伝えたと。しかし、具体的にこういう6名の方が
こうこうこういう理由で、任命から外されましたという説明は、受けてないということですね、具体的な名前を入れて。菅内閣総理大臣。具体的事実ですから、しっかり答えてもらいましょう。先ほど申し上げましたように、懸念や任命の考え方を官房長官や副長官を通じて、内閣府に、それに基づいて、9月24日に内閣府が99名を任命する旨の決裁を起案して、9月28日に私のところに決裁が回ってきて、決裁を行ったということです。はい、辻元それね、今、同じ答弁されてるんですよ、ですからこれだけ騒ぎになって、6名の方のお名前ですね、加藤さんとか宇野さんとか、具体的にこういう人が外れてたんだと、総理が名前も認識したのは、決裁の後ですか。はい、どうぞ。菅内閣総理大臣。決裁をする前に、その99人にするという話は報告を受けていました。いやいや、だから、はい、委員長。辻元清美君。ですから、105名出されてて、6人のこういう人が、外されたんだということを、総理が名前も含めて自覚したのはいつかと、決裁しちゃったけど、その後大騒ぎになりましたよ、それで、あ、こういう6人が外されてたのかと、まあ、その時にお知りになったということでよろしいですね。ちょっと。もう関係ないでしょ、はい、具体的事実だからしっかり答えてもらいます。はい、菅内閣総理大臣。私がその反抗した99名のその決裁をする前です。決裁を99人で上がってきたその前にこういう形で上げますからという形です。委員長、辻元清美君。決裁を判子を押す前にこんな6名の人が外されたということを知ってたということですか。委員長、はいはい、菅内閣総理大臣。そういうことです。はい、委員長。辻元清美君。それではその6名の方が外されたという説明は誰から受けましたか。菅内閣総理大臣。まず私は8月31日に、いや、ちょっと経緯がありますから、8月31日に学術会議から総理大臣宛て105名の推薦名簿を提出され、担当の内閣からその内容の報告を受けて、私、官房長官時代から持っていた懸念を実は伝えました。そしてこうした懸念や任命の考え方を官房長官や副長官を通じて内閣府に伝えて、最終的には9月24日に内閣が99名を任命する旨の決裁を起案して、28日に私が最終的な決裁を行った。24日にこの99名が任命が上がってくる前に聞いています。聞いてます。はい。辻元清美君。誰から聞きましたか。はい。誰から。それ、そんな関係ないでしょ、あなた。誰から。誰から聞いたの。総理ですよ。ちょっと総理ですよ。菅内閣総理大臣。杉田さん。多分杉田副長官だと思います。はいはい、これいろんな方が来てましたんで、はい、辻元内閣府からも来てましたから。はいはい、辻元清美君。そうしますと、その時初めてですね、総理は6名が、任命されてなかったということを知ったと。で、杉田官房副長官から聞いたと。じゃあ、6名任命しないと決めたのは、誰ですか。はい、菅内閣総理大臣。それは最終決裁者は私ですから。委員長、辻元清美君。ということは、杉田官房長官がこの6名は任命しない方がいいですよと持ってきて、そこで話し合ってですね、じゃあこの人はこうだね、この人はこうだね、じゃあこの6名を外れて99名にしたこって相談したんですか。菅内閣総理大臣。先ほど申し上げましたけど、私、8月31日に105名の推薦名簿を提出されたときに、官房長官時代からの私の懸念を内閣に伝えたんです。グッタ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 グ
ぐった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 。